三十代半ばの、富沢富沢伝え八は、大正から昭和にかけての日本の柔道家。1899年、群馬県群馬郡東村に生まれ、1914年に、戸坂菊江の連神館に入門し荒木流柔術を学ぶ。1917年に、講道館へ入門、加納寺五郎に直接指導を受けて1918年には、初段を授けられる。 1919年4月、第2本部特会の周期演舞大会で、初段5人、2段3人を投げて優勝し、同年11月2段に昇段した。その後、この F 表第3連隊に2年間入営。除隊後、高木三五郎の下で、柔道制服術を修行。1921年3月、行動館3段となる。1923年の関東大震災を機に、 郷里の群馬県へ帰る。1924年3月4段に商談。この年に、修道館道場を開いて、多くの門人の指導に当たる傍ら、制服術を開業して、これを営なんだ。修道館では、門弟3000人を育て、その中から石井国を、藤井和志、富澤定一以来多くの指導者を育て、群馬県柔道の黄金時代を築いた。 このほか県立瀬田農林学校、前橋商業学校、前橋警察署で多くの行進に指導にあたり、1926年には、大日本武徳会より青年賞を排除。1928年、大日本武徳会教師号を隠居されて、武徳会群馬支部専任教師となった。同年、行動官五段となる。1929年、宮中で開催された。 昭和天覧試合に指定選手として出場する。以後、篠原秀吉とコンビを組み、境の起用、田中良造と共に群馬県柔道会を牽引した。1966年死去。ありがとうございます。